皆さんこんにちは。私はピーター鈴木でございます。ピーター鈴木の横丁話と称して、日本の音楽界に関係のある内外の方々との個人的なエピソードを綴っております。今日はローランド株式会社を創設された架橋育太郎さんという方がおられますが、その4回目のお話です。3回目では架橋さんがいろんなアイデアを出して、映像と音楽というのがどうやらこれから行く道じゃないかと、こういう話があって、でそれを具体的にどうしようということで進めてきたんですが、一方芭蕉の俳句の話が途中で出たのをご存知だと思うんですがね、前回に、芭蕉の話、それを音楽に作った方の話をされしました。それが全て、架橋さんの頭の中では一緒になって、音楽とそれから俳句と映像という、一言で言うと三位一体の、芸術というかですね、こういう企画を立てようよと、こういうことになりまして、具体的には、これはもうだいぶ昔になるんですが、2013年、今から11年前ぐらいになるんでしょうか、2013年3月7日を日にちを取りまして、これは渋谷にある文化総合センターというところの伝承ホールというホールを、これはローランドの財団が押さえてくださって、で架橋さんが企画をし始めたと。で一方私の方と協力し合うということで、ピアニストの浦山純子さんという方がおるんですが、この方は実は芭蕉の奥の細道の俳句を作曲された柏木敏夫先生というのがあって、その方の作られた17曲のうちの6曲を実は前の年、2012年6月に私たちが主催をしている広尾のセントリーホールというところで演奏をしてくださったんですね。その時も実は架橋さんが映像を作ってくださったんです。みんなボランティアで作ってくださった、そういう関係がありましたので、じゃあ浦山純子さんを使って、音楽の方はやろうと、こういうことになったんですね。でさらに、浦山純子さんはローランドが開発をした V ピアノっていう電子ピアノがあるんですけども、これを使おうとこういうことになりまして、これを演奏するにあたって生ピアノとだいぶ違いますから、浜松まで行って、それで V ピアノの特徴とかですね、機能とか、これを勉強してきたと。ここはちょっと写真がありますからご覧に入れますが、これが浜松で、これは V ピアノですね。浦山純子さんが一生懸命、技術者から聞きながら操作を覚えていると。でこの V ピアノっていうのは通常の電子ピアノと違って、ステージの上ではグランドピアノみたいな形で電気コードが一切ついてないです。ここは電気がなければ電子ピアノを弾けないんですけど、これは内蔵してあって、どこにでも移動できちゃう、で演奏もできちゃう、スピーカーも内蔵されていると、こういう画期的な電子ピアノなんですね。でそれを浦山純子さんは勉強してきたと、これは付随した写真ですけれども、ローランドのその
本社の裏にはといったら違うベランダで、まあ、これはローランドの財団の専務理事大村さんという方が、まあ、担当してくださって、それで浦山さん私と、まあ、こういう形になりました。はい、浦山純子さんはそのピアノを使って3月7日演奏すると、まあ、こういうことになったんですね。でさらに、エピソードとしては架橋さんがグラミー賞テクニカルアワードっていうんですが、グラミー賞を取られて、それが実は表彰式というか授賞式、授与式ですね。それが、まあ、2013年の2月6日にロサンゼルスで行われて、この、まあ、結果的にはご自分が行かなくてご子息が行かれて受賞されたんですが、そのトロフィーを飾ろうと、まあ、こういうことになったんですね。これがまあ、グラミー賞のテクニカルは、これは賞そのものです。でこれは架橋さんの本から写したものですけれども、架橋さんが抱えているグラミー賞ですね。でこれを、まあ、飾ると、そうするとだん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 、まあ、ピアノの演奏をして、場所の奥の方に数字をやって、映像が、まあ、動画も入って、やるということだったんですが、このグラミー賞という大きな、まあ、ことが行われましたので、で架橋さんはまた企画を変えて、第1部は架橋さんと、実は映画監督の大林監督、大林紀彦さん、亡くなられましたけども、大林監督との対談、そこにグラミー賞を、まあ、展示してと、これが第1部になったんですね。で第2部が浦山純子さん V ピアノを弾く、それから映像が奥の方、細道の映像をやる。で全曲で17曲でした。奥の細道は柏木敏夫先生は30曲、30句と言った方がいいですね、30句を音楽つけようとしてやりだしたんですけれども、結果的には、まあ、第二次大戦の末期、1944年から45年ですから終戦になるんですけど、ピアノは燃えちゃう、家も燃えちゃう、防空壕の中で、西洋音楽をやっちゃいけない、そういう中で、まあ、彼は必死に作っていったんですね。で結果的に30曲はできなくて17曲だけできて、それが1947年戦後出来上がったんですね。で、それは名称が芭蕉の奥の細道による気まぐれなパラフレーズという、パラフレーズという形になって、出来上がって、まあ、これも先月号でもちょっと申し上げましたけども、安川和子先生が一部を初演してます。それから全曲を弾いたのはニューヨークにおられたと言った方がいいかもしれませんね、クララ・チエコ・イナバさんという方が全曲を弾かれてます。それから CD も出しておられます。で浦山純子さんは安川和子先生にも指示をしましたので、まあそういういろんな関係があって浦山純子さんが演奏すると、和服で演奏すると。でさらに、一句一句読み上げてくださる方がいるんですね。で、これを、まあ、朗読をきちっとして、それで映像を見ながら浦山純子さんが演奏すると、まあこういう、まあ、三位一体の演奏会が実は行われました。
で、これはまあ掛け算の一つの形、企画の形ですね。で、これは実は NHK の浅井さんという方がおられたんですが、これ DVD でその日のものは全部録画録音されております。でこれはまあ記念になってるんですね。大林監督、村山純子さん、VPR の、等ですね。で柏木敏夫先生の曲、それから田淵明さんっていう、まあ、朗読までしてくださったで、まあ豪華で、浦山純子さんは少し戻りますけれども、2012年の9月には柏木敏夫先生の生誕100周年ということで、東京文化でもって、ご子息の聖子さんが主催をして、こう追悼演奏会というかですね、をやられました。その時に、やはり浦山純子さんが17曲実は演奏してるんですね。でしかも CD も出してるんですね。これは浦山純子さん全部17曲全部入れてあるんですね。まあそんな経緯で、2012年か13年、掛けさん、浦山純子さん、私、ということで音楽と映像、それからグラミー賞と、まあこういうようなことが行われました。ここは一つのエピソードです。ここで、少し音楽を聴きたいと思います。いかがだったでしょうか。素晴らしい音楽だったと思います。掛け合さんについて続いてお話を申し上げます。実はグラミー賞を、まあ、2013年の2月に、ロサンゼルスでと申し上げたんですが、これはロサンゼルスのイーベルテアターというハリウッドの近くのウィルシャーというところにあるんですけれども、これはアカデミーアワードだとかいろんなこともやるところだし、音楽会もやるところですね。まあ、うんと遡って言いますと、井口元彩先生が演奏したのもそこです。イーベルテアター、そこで表彰式が行われたんですが、2013年1月から2月にかけて、実は掛け合さんは自分で行こうとしたんですね。でただ掛け合さんは、まあ
肺が弱いというか、酸素ボンベをこう鼻に入れながら、こう歩いていることなんですね。ですからちょっとこう気弱になったというか、グラミー賞にはもう行けないだけじゃなくて、ナム賞にも行けない、海外にも行けないと、こういう、時期がありました。でたまたま私が外出している時に、加計さんは私の自宅に電話したんですね。そしたらば、女房が電話で受けたんですが、加計さんとどういう話をしたのか、その時は分からなかったんですけど、後で加計さんが電話をしてきて、鈴木さん、あなたの奥さんってすごい人ですねと、って言ったんですよ。で、何がすごいかというと、そんなね、車椅子だろうと酸素ボンベを、あろうと、アメリカの特にカリフォルニア、ロサンゼルス、気候がいいということもあるんですが、もうみんな平気で旅をしてますよと、世界一周なんて平気でやってる人もいるんですよと。で特にアメリカはホテルに事前に言っておくと、酸素の補給もできますし、それからその部屋に、ハンディキャップの人用の部屋とか、お風呂のところにも手すりがついているとか、非常にケアがいいですと。しかも空港でも非常に手厚くケアをしてくれる、チップはいるんですけど、補助してくれるし、それから優先的に、入館ができるし、というのことなんで、そんな酸素ボンベやってるから車椅子だから行けないとか、そういう弱なことは言わない方がいいって散々説得されましたというんで、鈴木さんの奥さんがすごい人で、これで私は勇気ができて、これで海外にも行けるなとちょっと希望ができた。したがって鈴木さん悪いんですけど、ロサンゼルスの業界の方々何人か申し上げますから、鈴木さんアポイントを取ってくださいと、こういうことだったんですね。ああいいですよと言うんで、ジョン・マクラーレンから始まって、ナムの幹部の人とかですね、それに電話をしたりメールをしたりしてアポを取ったんですね。で結果的には2月になって、2月9日は無理だと思ったんでしょうね。でご子息が代理で出席をして、それでトロフィー賞をいただいて持ち帰られたと。それで3月7日の演奏会ではトロフィーが間に合ったというかですね、そういうエピソードがありました。で、これは最後になるんですけれども、これが柏木先生の、生誕100年記念演奏会、でこれは先ほどピアノが燃えちゃったっていうことを申し上げました。で、先生は東京音楽学校、今の芸大の作曲の第一期生ですけれども、その後東京芸大、芸大じゃなくて学芸大学の教授をされたり、上野の高校、その前には上野の高校の先生をされてたんですが、実は今上野の旧芸大の東京音楽学校のホールがあるんですね。上野の公園の中にあるんですけど、そこに実は先生が惹かれた、これは所有ではなくて学校で教えた時に惹かれたブルットナーというピアノ、スタンウェイとかヤマハとかカワイとかあるんですけど、ブルットナーという、ブランドのピアノが復刻されて
博物館にあります。でそれは柏木先生が最後に弾いたピアノです。本そのものです。これは柏木先生とブルットが、まあ、これも一つの逸話になると思うんですけど、これはまあ、戦後、まあ相当傷んでたんですけれども、猛火っていうとこの小野哲ちゃんっていうかね、こういう、まあ、楽器を修復するの、まあ、専門家なんですが、彼が修復をして、それで、まあ、東京都に戻したんですね。でそれがブルットが、もし、上野の旧総楽堂に行かれると、まあこれはブルットナーなんですけども、あの入り口の右側のところの博物館にあります。これも一つのエピソードだろうと思います。今日はこれで、終わりにして、来月は架橋さんの、まあ、最後のエピソードをお話したいと思います。ありがとうございます。